藤サンタです。開拓暮らしサンタのところ、伊藤サンタです。北海道は余地町で森を開拓しながら暮らしております。今日は2月の18、9、二十四節気でいうと雨水っていうね、時期です。雪から雨に変わっていくというね、春の始まりというかね、立春の次なんですけど、まあやっぱりサンタのところも春めいてきました。もうすぐね、この春に出の木の株元から溶けていくんですけど、ここは、風がね、この時期こう天気がいい時と、それからこう暴風雪、低気圧がこう上がってきて、こうすごいこう吹き溜まりを作るような、風雪が強まる時と、こう暖かい時と寒い時の差が激しくなるっていう季節で、明日やっぱりね、暴風雪の、気配がしてるんですけど、例年ならね、ああ憂鬱だななんてね、ちょっと思うんですけど、今年はね、年始に木の上に引っかかったであろうドローンが落ちてくるんじゃないかと思って、ちょっとだけ楽しみなんですけど、はい、ね、この2月3月の暴風雪、ね、にまつわる思い出、小学校の PTA でこう暴風雪の中、温泉旅行に行ったなとか、去年で言えば息子の長男の高校受験の日が暴風雪でね、まあ、あらかじめこう分かってるから、延期になってね、うちの場合本当吹き溜まりで車が出れないんで、本当に延期になってよかったですよ。これはあれだね、キツツキ、クマゲラだろうね。うちはちょいちょいクマゲラが見えます。風が強いからね、こう音声難しいかもね。まあでも撮ってみます。風がやっぱりね出てくるんでね、まあでも風があるから、こう木が揺れて根っこが張って、こう上に伸びる力が、なんでもね、いいところと悪いところがあるなと、まあだから悪いことばっかりじゃないなという感じですかね。森の仕事をね、今ちょっと一休みでデスクワーク確定申告とかね、あとはね、いろいろ報告もの、家畜飼ってるとさ、家畜保健所にね、報告とか、あとは何だろうね、こうそれこそ森林関係も補助金を受けてね、活動してるとね、活動報告みたいなことをやって、デスクワークが、まあでもね、今年は除雪を手抜きしたから、すごい例年に比べて、まあ、蓄積もあるんだけど、このノウハウのね、結構余裕を持ってできてるかなと、精神的にも時間的にもね、まあリンクしてんだけど、ってな感じで、こう春めいてきて、あー土が恋しい、早くって思ったりしますが、焦ってたところで、だから融雪剤も飽きてるんだよね、もうそろそろね。うん、そういう準備とかだね、春を呼び込むこの段取り。あとはね、ちょいちょい報告してますけど、あれだ、電柱が立って電線が入って、もう光回線秒読みっていう感じじゃないかな。こっから長かったりしてね、わかんないんだけど、正確な日にちが、だけど待ち遠しいね。で、ね、この電柱立てるために業者さんがね、除雪してくれたんで、車もここまで下がってくれました。昨日ビバハウスで、このちょっと太いワイヤーメッシュがね、半額で売ってたんでね、あるもん全部買ってきちゃいました。これでね、クマちゃんのドッグラン作ろうかなと今考えてます。
2メートルのを21枚、まあ20枚だね、20枚買ってきたんで、全部で40メートル。だから一辺10メートルのね、ドッグランができるなというふうに目論んでおります。あとはどこに作るかだよね。よいしょ。うん、まあまだちょっと考え中。なんせね、平らなとこがないからね、考えなきゃね。あと雨水のサンタのところは、まあ雪がね、今年は少ない。あの小樽、札幌の人に、あとは本州でね、こうすごい降ってるところからすると、なんか申し訳ないなっていうぐらいね、少ないです。余市はサンタのところ少ないって言ってもそこそこなんだけど、うん、でも例年に比べてすごい楽。そんな感じでも、よく雪が落ちる屋根の軒下はもうね、こういうとこから狐の侵入気をつけなきゃいけない。そうそう、狐がおっかない、ね、こっち屋根の雪が落ちないのは落ちないので、あのちょっと心配だけど、落ちたら落ちたでこう狐が上から入ってきやすいシチュエーションになるので、気をつけなきゃなと。まあその分クマちゃん結構ね、番犬としてよく吠えるっていうか、前いたケンタは、うん、あの人がいいっていうか、犬がいいっていうか、性格が良くてね、そんな無駄吠えが少なかったんだけど、うん、この子はお客さん来たら吠えますね。あとね、クマこの間逃げた鶏ね、あの食べちゃったね。うん、こう鶏食べれるって分かっちゃった、バレちゃった。それこそケンタはね、馬とでも羊とでもね、割と仲良くできるっていうか、こうなんていうのかな、こう噛むってことなかったんだけど、人は噛んだけどね馬とか羊とか鶏とかをね、噛むってことなかったんですけど、クマちゃんはちょっと今後しつけていかなきゃいけないなという感じですね。うまくしつけられるか。ここね、ここだけ雪が溶けてるんだよね。こう水が湧いてくるとこでね、こういうとこどうしたらいいのかなって頭悩ませてるところで、今池作ってなんか魚養殖したいななんてことを、うん、ちらっと考えています。ブルーベリーもね、頭沈むことなく、うん、見えてきたね。あとはね、この下の倉庫がこうかなり歪み始めたね。屋根の重す、上の雪も重たい。落ちねえな今年は。うん、歪んできた、きたねこれ。ここだね。ここのね、歪みがだいぶひどくなってきたので、なんとかせねばいかんなと思ってるんですけど、まあ、今すぐどうこうできねえなという感じですね。さあ冬が終わりを感じる、冬の終わりを感じ、春の始まりを感じる雨水のサンタのところ、あとは見ていただくようなところあるかね。コッコーって鳴いてるね。よしよしよし。ああ、とあの小屋がちょっとかしがってきたね。やっぱ屋根の雪も
画面に落とすに越したことねえな。高いところの作業ね、ひと手間がね。道路の除雪はね、そんなんでもないんだけど、作り直すかな、どうすっかな。このまま行くかごまかして考え中。そろそろね、ホームセンターなんて行くと苗をね作るような資材が並び始めてね、ああ春だな。この間玉ねぎ長ネギの苗を注文して予約してきました。うん、よいしょ。特にあとは変わり映えもない。まあでもちょっと春めいてきたでしょ。うん、前回は立春に比べるとね。なんで次雨水の次は啓蟄だ。来週っていうか、こう次の二十四節気はねぐっと春が近いなと。まあその前に暴風雪のこう様子も撮れたらいいななんて考えてます。ドローンが落ちてきますように。